ルイジアナ買収の対象地域地図と、州区分は21世紀のモノルイジアナ買収、またはルイジアナ売客は1803年にアメリカがフランスから210万平方キロメートルを超える領地を1500万ドルで買収した出来事である。資金はオランダのホープ商会とイギリスのベアリング家がファイナンスしている。つまりアメリカ国債で支払われたため、 両家が割り引いて現金化した。両家とフランスの関係は、ナポレオン戦争終結後も続き、1817年に、両家は年利8.13%から9.52%で、フランス国債を引き受けている。当時の、フランス領ルイジアナは主に、ミシシッピ川流域の広大な領地で、現在のアイオアー関西オクラホマカンザスコロラド。 サウスダコタ、テキサス、ニューメキシコ、ネブラスカ、ノースダコタ、ミズーリー、ミネソタ、モンタナ、ルイジア、ナワイオミングの15州に、またがる。3代目アメリカ合衆国大統領、トーマス・ジェファーソンは、当初は、フランス領ニューオーリンズを領有したいと考えていた。ニューオーリンズは、ミシシッピ川の河口に位置し、物流の拠点として、重要な町となっていた。ジェファーソンは1八百二年に特使をパリに派遣し、 ニューオーリンズ買収を提案した。当時フランスはナポレオンの失聖下にあり、イギリスとは敵対していた。イギリスがカナダからルイジアナに侵攻した場合、これを防衛することはそもそも無理と結論した。ナポレオンは、むしろこれを売却して、これで得た利益を大陸での戦費に当て、さらにアメリカのヨーロッパ政策をフランス寄りにすることができることも期待して、ルイジアナを破格の千五百万ドルで、 アメリカに売却することを決定した。当時、中仏講師を務めていたロバート・リビングストンが、買収の交渉を行った。これを受けて1803年4月30日に、売却に関する条約が交わされた。アメリカ合衆国の領土はこれにより、この当時で2倍になった。2003年に、ルイジアナの買収から200周年を迎え、これに合わせて様々な記念行事が行われた。 しかし、フランスのジャック・シラク大統領とアメリカのジョージ・ W ・ブブッシュ大統領は、イラク戦争をめぐって対立していたため、両者は参加しなかった。ありがとうございます。